話が違うと思ってこういうことそういうことを、ね、ご紹介くださるのは嬉しいんですが、なんかこうあんまり親切すぎてですね、で私はどうしていいか分かりませんで、それで文句も言ってよろしいございますか。ちょっと私はですね、あのダンテはライフワークではないということばかり言っておりました。それで私はダンテのことで、あのこういうふうに招待を受けまして皆様にお話しすることは非常に嬉しいんですが、そのダンテのマルコポーロ賞を下さった方々も列挙した中に、私が本当に専門にし本当に命がけでやっていることは一言も述べてくださってないんです。ですからもうこれからダンテはやめようかと私は哲学者として悲しくて悲しくてならないの。私が本当に話したいこと、新しい倫理とか刑事上学とか神の存在証明とか、どこも呼んでくださらないんです。だから今度はダンテの話をするっていう形で来て、でダンテがしなかったことをしましょうってそういうことをするかもしれない。これはあの本当に申し上げておきたいと思います。で私はあのダンテが好きで、本当にそれだけは嘘じゃございませんが、今までも嘘を言ってるわけじゃないんですが、あの土曜日の晩ですね、2時間から3時間毎週ダンテをやろうと思って、それは私の先生からダンテなんかやるもんじゃないって言われたことがあったもんですから、それでいやそれはやるべきものだと思う。先生は私に本当にいい先生でしたけど、共産党にもなりになってダンテなんか大嫌いでしょうね。ですからダンテつまらんって、アリストテレスをやれって、それはまあそれで非常に役に立ったんです。ですからダンテは私の本当にプライベートな読書録で読書して、ですから私はダンテの学者でも何でもない。ですからダンテの研究家と言いながらコンビニウムはまだ読んでないんですね。ですから本当にそういう意味ではあの残念だということ。それでただあのエンゼル財団と松崎さんや樺山先生や、そして特に松田先生が私のダンテを拾い上げてくださって、こういう機会がなければ私のダンテはただノートで終わっただけだったのが、あの本にもしていただいて、それを喜んでくださる方がいらっしゃるので非常に嬉しいんですが、これはですね、例えばこういうことだとお思いください。誰かがですね、偉大なこの歌手を憧れて勉強してる、一生懸命、そして自分はその、日本のこの伝統に基づいた何か平安朝時代の今世やなんかをきちんと歌うようにして、そして見よう、そしてそれに自分の歌い方っていうのを作ってみよう、で今用の現代版を作曲するんだと、こういう人がたまたまその人がイタリアのオペラを勉強して、夜毎週土曜日の晩30分あるいは3時間でもいいです、イタリアのオペラを勉強して密かに歌ってたところ、あれも歌ってみろって言われて歌ったらみんなが喜んであの人はイタリアオペラをやる人だと、そういう扱いを受けたらその歌手は悲しいだろうと思います私は全くそのような気持ちでございますので、あのどうぞ皆さん、私のダンテもよろしゅうございますが、あんまり人が買ってくださらない同一性の自己蘇生とか美の理想と芸術とかですね、そういうのをどうぞお忘れなくそうじゃないと死んでも死にきれないような気がするでもこれはあのダンテについてこうやってあの してくださった方に、私本当にお礼の申しようもないぐらい感謝しておりますので、どうぞ誤解はなさらないでいただきたいそれで ですからこう見ましてもですね、ご質問の中にダンテに関係する専門的なことがところどころございますが、それについてはちょっとお答えできないようなことがございますので、それはもうあのむしろ樺山先生の方にお見せします。それでよろしゅうございますかそれからあの私はこの講義の時も間違いを時々いたします、まあ、あのノートでは間違ってなくても
話に夢中になりますとノートから目を離して話しますから、そのせっかく講義をお聞きくださっても時々間違いがございますが、間違いが本にを読めば間違わないっていうんですけども、第1巻の立派な本の方はですね、白と黒を取り違えているところがあるんです。白と黒っていうとおかしいですけど、ダンテの属していた政党を一箇所だけ逆に書いてるところがあります。本当恥ずかしいでしょう。ですから第1巻があんまり、第1の立派な本があんまり市販されなくて、その普及版が出たっていうことは私にとっては本当にもう救いでございまして、普及版は出ないだろうと思ってたんですね。そしたら出していただいて本当に良くて、それですから最初の本間違えたまま出てて、もう松崎さんにも申し訳ないと思って、恥ずかしくて言うこともしなかったです。どうもすいませんでした。それぐらいです。もう一つございます。はい、ダンテの現代的、はい、はい、それでその前にですね、はい、松田先生は盛んにお孫さんをお持ちの方を対象にお話になってたようでございますが、ここは若い方もいっぱいいらっしゃいますので、どうぞお若い方もご遠慮なくお買い求めくださるなりお読みいただき、で年を取ってても孫なんか持てないようなものもおりまして、私もその一人のようなもんでございますから、ちょっとこう存在意義が減ったような気がいたしますどうぞそれぞれのお気持ちでお読みくださったり、もしそれはそういうものをお買い求めくだされば、いつの日かもしかしたらですね、私の本当の哲学についても 1,2 回は講演会を催してくださるかもしれないと空頼みしながら待つことにいたします。それでは急いでやったという非常に評判の悪いところがありました。ダンテの現代的意義というところなんでございますが、もともと世界中でですね、こういう講義の時はせめて60分はくださるんですね。大抵のところ90分くださる。で、川山先生と私が90分ずつ話しても8時間なんてことにならないんですからいいんですが、どうしてか日本では放送関係の方も報道関係の方も、この聴衆の知的レベルを疑っておられるんじゃないかと思うんですね。それで60分もあんな変な顔したやつが話すの誰が聞くものかとお思いになって40分ぐらいっていうんでしょう。私は格闘して45分獲得したんでございます。でこれについては本当にまずそれをお認めくださった松田先生、それから日本経済新聞ですかね、それからエンゼル財団、それらの方々に感謝いたします。それでそれでもダメだったその3のダンテの現代的意義っていうところでございますが、これはまずここもそれでもお急ぎで話します、はい、10分くらいは十分ですね、はいはい、近代国家終末期と都市国家と全近代国家を通して見るダンテというふうに書きましたけども、今は近代国家がある意味で、これは私このこと言うと評判悪くなるんですけども仕方ございませんから申し上げますが、近代国家は滅びつつあると思います。でその新しいあがきのようなものがユネスコで考えてみたり、あるいはヨーロッパ連合ができたりというようなことになって、今国境線というのはほとんど意味がなくなって寝てて越せるんでございますから、で最初に私が外国に最初に行って、大人になってから最初に行きましたのは1955年ぐらいですか。その時にはいろんな国にビザを取りに行って3日4日待たされてっていうので、出発する前に一月ぐらいそういう書類集めで大変でございました。それからお金がそれぞれ違いますのと、日本のお金は絶対に変えられない時代でございますから大変で、それが楽になったっていうことは、一つは近代国家が本当に経済面とかそういう面ではもう交通面とかそういうところでは国家という枠は開かなければならないと、こういうふうになっている時代だと思いますが、さらに私は21世紀の間に国がなくなれば
本当に人類は幸せだと思うんですが、どういうふうにその国の枠を作っていくか、作り直さなければならない時代だと思います。それからダンテの時代はまだ都市国家の伝統が残っておりまして、必ずしも都市国家とは言えず、それぞれの国のようなものがあって王様がいたりしたんでございますが、フィレンツェなんかもまだ都市国家のようなところがあって、都市国家だったからダンテみたいな人でもプリオールになれたんでございましょうね。あれイタリー全体から言ったらやっぱりちょっとダンテは成人の資格はないだろうと思うんです。ですからそういうことを考えてみますと、その都市国家の時代っていうのは前近代国家、つまり近代国家のできる前の段あの人、それと近代国家終末期、3つを通じてダンテを見てみて、そのどれにもダンテは意味があった、つまり都市国家の枠を超えて前近代国家になろうとしているイタリーっていうことも考えてるからこそ、いろいろな問題を、つまり都市国家から開かれた国家間を作ろうとしていたということ、それから近代国家の終末期の我々が考えているように、何か世界統一をするような政治組織がなければならないということをダンテは考えていたようでございます。でこのモナルヒアなんかを見ますとそういうところが見えます。でその時にダンテは後では独自の道を歩みますけど、とにかく教皇を大事にして、そういうものとして立て考えていこうという。ただ政治の権力と宗教の権力は分けなければならないだろうということを新曲の中なんかでも言っておりますので、そういう意味ではもしダンテをその面で研究すれば、少なくとも新曲面ではこれからの世界政治制度について新曲は何を暗示しているのかというぐらいの論文は書けるような、そういうものではないかということが J の意味でございます。ですからそういう意味では現代的な意味が新曲という詩ですけれども、そして一個人の愛の問題と関わる詩に過ぎないかもしれませんけれども、そういう能力を持った書物だろうということ。それから2番目の教皇云々のところはあそこでお話したところで大体はお分かりだと思います。制度が大事だと言いながら、その制度の教皇制度を彼は否定してるんじゃないんです。だから教皇制度を守るんですけども、特にボニファシウスとクレメンス5世については、天国の三次下の147、148行最終行2行で地獄のもっとそこに行くだろうと、そういうふうなことを言っております。でこの地獄のもっとそこに行くだろうということは、つまり最後の審判の来る前に一種の審判のようなものがあるような考え方をしておりますので、こういうところはなかなか神学的にも問題があって私もよく分かりません。ただ死んだ時の裁きっていうのはそう決定的なものではなくて、何か人が祈ればひょっとしたら救ってもらえるかもしれないというようなことがあります。それから、M のところ、美学解釈の哲学への方がというのがあるということは、ダンテ自身が自分の死は一義的に考えられてもらっては困るということを言っております。ですからなんかそうするとですね、裏を見なきゃいかんのかっていう人がいるんですけど、裏じゃないんです、そこですね。何か解釈するとある言葉の裏を探るというような人がいますけど、そんなずるいことを言ってるんじゃなくて、言葉は一つ言ってもその底の意味と表面の意味といろいろございますので、わしって言ったからわしが出てくるだけじゃなくて、それが何かの象徴になっているという。ですから象徴を重んじていることをたびたび言っていることは、解釈ということの大事さ、インタープレタシオンというんです、インタープレタシオンの大事さ、インタープレタシオとこう申します。でそれは日本語で解釈と訳しておりますので、私も解釈と申しますが、解釈という文字ですと解きほぐすような意味になりますね。解きほぐす、
解きほぐすことはアナリシスであってインテレプレタツィオではありません。インテレプレタツィオはその価値を輝かし出すようなこと、つまり音楽用語で申しますとインテレプレテーションが演奏の意味もございますね。楽譜を解読してその解読するためにやはりアナリシスするだろうと思います。それから上手な人はもう本当に上手な人はいきなり両手で弾きますけども、どうしてもまだまだっていう人は複雑な曲だったら左手は左手だけで弾いてみたり右手は右手だけで弾いてみたりいろいろこう分析をして、それからここのところは緩く弾くべきだろうか強く弾くべきだろうかっていうようなことを考えて、それらを全部この解きほぐしたものを一つに総合して弾く時を演奏、すなわちインタープリテーションと申します。ですから作品を通して、作品を通して作品が開示する深い意味を喚起すること、そして作品をして語らしめてその輝き出てくる理念を味わうことができれば解釈は成功すると、こういうことになります。ですから思い入れっていうのをするのは意味付与といって、作品に私の持っている意味を付与するのは解釈ではございません。大変な作品に対して私が考えている意味を付与するんじゃなくて、作品の中にある意味を発見することが解釈の意味でございますので、そういうことを してもらいたいということをダンテは盛んに言っておりますので、ですから今日の解釈学の、先駆のようなものがここにあるのではないかと思います。そしてそれで読んでみるとダンテの天国観は本当に躍動的であって、天国っていうと先ほどこの、王とはの光あなたに行こい、あなたを聞きつつあなたが知られ、知りつつ愛し微笑みたもうっていう神が自己自身を楽しんでおられるような状況で、もうそれで自己満足をしているっていう状態でも、神を未だ世は救われていないんだということをダンテは言っていますので、古典的な神学だと神はもうそこで何も不足はないっていうような考えなんですけど、そうじゃないということを彼はこういうことを言った後も繰り返し言い続けているということ、だから神にはそういう面もあるけれども、そして至福が完成したらそうなるし人間もそれでいいんだけども、自分が天国に行ったからもうそれで、この浮世に苦しんでいる人をほっといていいっていうんじゃないということをベアトリーチは示して、そしてダンテはそれで天国まで旅行することができて、そして天国というのは今まで考えられていたようなものとは違うんだということを私どもに教えてくれているということ、だから嵐を待つ革命の対抗説というのが私はダンテが天国に与えた意味ではないかと思っております。そしてそれを彼は母語で書いているということは、トスカナ方言とイタリア語とどう違うのかというあんまり専門的なことは分かりませんけれども、それはやはり本当にパトスの深さですね。パトスというのは心の傷のようなもの、そういう深さを苦しみやうめきやそれから本当の喜びを標準語とか外国語で表せるんだろうか、そうじゃなくて母から伝えられて子供の時から伝え語り続けている言葉で表すのがよかろうというのがダンテの考えで、この頃はダンテだけじゃなくてベギーヌ修道女というようなグループも自分のその母語で語るようにしております。で今なんかそういう言語っていうのは3000ぐらいあるって言われてるんですが、2050年ぐらいになるとそのうちの3分の2は死語になるんじゃないか、つまり瀕死の言語っていうのはおじいさんおばあさんが話してるのを子供が分かるけどもう話せない、孫には通じないっていう言葉なんですが、そういう言葉が3000か4000のうちの3分の2がそうだと言われております。で何でもないようですけども、言語が滅びるっていうことはそれだけの数の神話が滅びることですから、で神話というのはまた歴史と違って深い人間のこう意味が人間に意味があるものでございますから、それぞれが自分の母語を大事にするということをナショナリズムとかそういうものとは別に文化の
問題として大事にする。でそれを日本人は日本語についても少し大事にすることを考えたらよろしいのではないかと思っております。で日本語には欠点たくさんございますので、どこの国の言葉もそうです。ですからいろいろな言葉を勉強し、学んだ漢字文化っていうのは捨てないようにしなきゃなりませんけども、漢字だけで考えるっていうと日本語で考えるのとちょっと違ったことが出てきます。例えば言語で我々は言語をもって理論を構成し真理を発見していかなければならないと、こういうふうに言うんですが、それは私どもは漢文で考えてるんですね。私どもの言葉で言うと、言葉でことを、言葉でことを断りつけて、断りで理論ですね、そして誠を発見していく、みんなことっていうのでつながっているんです。それは漢字文化では分かりませんので、やはり日本語で生かしていかなきゃならない、本当の日本文化を考えていくということをしなければなりません。それでアナロジア、プルクリトゥーディニス、美の類比ということを言ってございますが、美は一言で言えません。感覚的な美もございますけど、このダンテは神のような美、それから人の心の美しさというようなこともございますので、こういう言葉については漢字から美はどういう意味があるんだろう、羊が大きいというのは犠牲が大きいということで、犠牲がなければ心の美は出てきません。それからこのイタリア語のベラとかっていうのはどういう言葉の意味なんだろうっていうのと、それぞれの国の言葉を学びながら美を類比的に理解していくということが、ダンテを通じて学ぶことができるんじゃないかと思います。それでどうもありがとうございました。この度のテーマがフィレンツェ展ということで、ちょっとダンテの新曲を強調しすぎて本当すみません、申し訳ございませんでした。インターネット放送局では今道先生の世界、これからまたいろんな組織の協力を仰ぎながら本当のライフワークのところについても皆さんが楽しむことができるように努力してまいりたいと思います。これでそういうことでご勘弁いただきたいと今道先生にお願い申し上げます。いや申し訳ございません。